皆さんおはようございます。斉良平です。今日は11月12日金曜日ですね。今日までちょっと取り留めさせていただいてます。順調にいったら今日帰ってきてるはずなんですが、入ってきてるはずなんですがって言ってるのは、まあね、先にちょっと質問はちょっと1個だけ、答えますけど、引っ越しした後に神社に行って意味があるのかっていう質問があったんですが、あります、あります、もちろんです。これできれば引っ越しする前に行ったらいいよってだけなんですけども、まあその吉報とか凶報とか、その土地に住むにあたってその土地の神様にね、ちゃんと挨拶するのがいいよっていう話を前にしたので、引っ越した後に気づいていくっていうのも全然ありなんですが、僕が今日ちょっとそのめっちゃそわそわしてるのはですねはい、すごい、いうことが、すごいことがっていうのは、すごいことっていうか、はい、すごいことだと思うんですけども、まあ、このある方とですね、会うことにというか、ちょっときっかけがあって仕事をコラボする可能性がありますと、話をいただいたんですけども、まあ、その方の名前はですね、大島圭介さんです。で、僕はこの方を知ったのはもうかれこれ10年以上前だと思うんですよね。まあ、僕は過去にこういろいろやってた時に居酒屋さんもやってたので、その時に大島さんのこと知ってて、うわ、この人一回会ってみてえなーとか思いながら、去年かな、一昨年ぐらいに、去年か、 YouTube 知ってから、まあ、香取さんとか、鴨頭さんとか大島圭介さんとかっていう動画を見ててずっと知ってたので、で、まあ、言ってしまうと、まあ、テレビの画面の向こうの人っていう感じではずっとあったんですよね。まあ、翡翠さんもそうだったし、桜庭先生もそうだったんですけども、まあ、今回その、まあ、ちょっときっかけがあって、まあ、きっかけ作ってくれたのは多分香取さんだと思うんですけども、まあ、パッと連絡が来て、今度人間力大学っていう場所で、前回千葉校っていう場所でね、講演させていただいたんですけども、次は、東京の方の、まあ、本校っていうのかな、東京の方にある、場所で、講演をしてくれっていう依頼をいただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、その時に、まあ、大島圭介さんと、まあ、同じく、まあ、そのズームだと思うんですけども、対談っていうのがある予定ですって言って、一度ズームでお顔を拝見したことはあるんですけど、そんなにこうめっちゃ絡んだこともなくて、そんな直接話したこともなかったんですけども、まあ、大島さんも YouTube やってるんで、それの感じ見てるとあんな感じで出るのかなっていうの で実は今日今から打ち合わせなんですよ。打ち合わせなんですけど、めちゃくちゃドキドキしてます。はい、なんかこうね、言ってしまったら、僕はこうテレビ普段見ないので、全然芸能人もわかんないんだけど、このテレビの向こう側の人っていうところだったし、まあ、いわば憧れだった人だったので、一人ね、また、まあ、こういう人たちと一緒につながってまた話できることも嬉しいですけども、またそれが仕事も一緒にさせてもらえることになるなんていうのはもう感動で、まあ、僕はこう地元にいて、まあ、僕の住んでる地域っていうのはね、どん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 若い子が出ていく地域なんですよ。で、僕のお店で働いてくれてる若い子たちも、まあ、学生時代までは働くんだけど、社会出たら、福岡だったりとか北九州だったりとか、東京だったり大阪だったりっていう大きな街に向かって出ていくんですよね。で、その子たちによく話を聞いてると、こんな街にいても何のチャンスもないじゃないですかって昔言われたことがあって、そうかって自分が言ったら、いや、そうですよって、どん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 過疎化が進んで人はどんどん出ていくし、若い人が出ていく街ってよく言われてて、その上でもっと自分は輝きたいし、もっとチャンスが欲しいって言って、例えばその人がお金持ちになりたいとか有名になりたいとかいう夢を抱えてるんだったら、もちろん福岡とか大きな街ね、東京とか大阪とかっていう街に出ていくことってやっぱり重要だとは思うんです。ただ僕はこんな過疎化がどんどん進んでて若い人が出ていく街なのかもしれないんだけど、この場所にずっといても人って輝けるし、この場所にずっといても憧れだと思う人たちと一緒に仕事もすることができるよっていうことを、自分の人生を通して今の若いスタッフの子たちとか、地元の若い子たちに何かきっかけとして伝えれることがあったらいいなって思う思いもあって、こうやってさせていただいてて、その中の一つの夢として、まあ去年からいっぱい叶ってますけど、また一つ大きな夢を、ちゃんと地元にいて、こんな田舎なんだけど皆さん来たらみんなびっくりしますけどね、こんなところでやってるんですねって言われるんだけど、そうなんですよ、こんな田舎でやってるんだけど、こんな田舎でやってても自分がちゃんと何年、まあ、15年やってきたけど、15年間一生懸命やってれば、東京にいる人たちだったりとか、いろんなところにいる人たちに目を、ね、かけてもらって、その上で引き上げてもらって、それでいろんなきっかけをもらえるんだよっていうことを伝えられたらなって思ってた憧れの人の中の一人だったので、まあ、その人とまた仕事が少しできるっていうのに今めちゃめちゃワクワクしてますってことです。なので、まあ、いつあるか
多分12月のどっかの月曜日だったと思うんですよね。はっきり決まったらまたお話しますので、今日今から打ち合わせやっていきます。はい、ちょっと気合入れてやっていこうと思いますので、はい、ぜひぜひまた応援してください。よろしくお願いします。地元にいてもバッチリ輝けるぜってことを忘れないようにしててください。でどんな田舎にいてもね、そこで一生懸命、置かれた場所で咲きなさいって昔本があったけど、本当そうだなと思います。なので今ここにある場所で全力でやれば、必ず人って、自分の夢を必ずね、叶えることができるよっていうきっかけを伝えられたらなと思う気持ちで、12月人間力大学の、方で、全力で講演させていただこうと思います。はい、今日は以上です。ご報告でした。はい、では行きます。今日頑張ったら明日から休みっていう人もいるかもしれませんけど、仕事の人もいるかもしれません。なので何にしても気合いでいこうと思います。ちょっと緊張してますけど、おっしゃーということで、今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて。